全日本選手権において常に上位入賞の牢山選手、落ち着いた試合運びと守り上手な手口は実力ナンバーワンである。彼の激しく飛び出すローキック、通称三日月蹴りは、腰の弱い外人選手と対戦するとき最大の武器となる。さすが空手王国日本、向かうところ敵なしの独壇場だ。こうして史上初の世界チャンピオンは誕生した。